ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。霊夢、そんなにうなってどうしたんだ？今の CM、いまいち言いたいことが何なのかわからなかったのよねー。ただこちらは煽っているだけのような内容だったわ。CM っていう限られた秒数の宣伝媒体は、とにかく商品を印象付ける、という。炎上商法も戦略の一つなんだぜ。わずか15秒の間に情報を詰め込まなきゃいけないのよね。そのせいで方向性を見失っている CM もたくさんありそうだわ。というわけで今回は闇が深すぎる CM について紹介していくぜ。それじゃあゆっくりしていってね。はじめに紹介するのは、米倉涼子さんが出演する楽天モバイルの CM だぞ。楽天モバイルって、楽天が運営する格安 SIM サービスのことよね。とにかく安くスマートフォンなどを利用できるのが売りね。この CM は2020年7月から放送されたぞ。しかし放送が開始されるや否や、米倉さんの声のトーンやブランドコールの癖の強さが深い、という声が上がったんだぜ。米倉さんの声のトーンっていうのは、日本のスマホ料金の高さを、高すぎる。って怒ってるあれよね。その米倉さんの様子がかなり切れてる感じだから。CM を見ている人が怒られている気分になってしまったみたいだな。もちろん米倉さんは指定された演技をしているだけなんだろうけど、それが変にはまってしまってるのよね。それにしたって、怒りすぎなんだぜ。それに、女優としてがっぽり稼いでいるはずの米倉さんに、スマホ料金の安さを説かれても、あまり説得力がないんだぞ。確かにもう少しぴったりなキャスティングがあったかもしれないわよね。それから、ブランドコールっていうのは CM の最初と最後の楽天モバイルってやつかしら？この CM のブランドコールの場合、ブランドを印象付ける役割は大いに果たしているみたいだな。だがしかし、いかんせん音量が大きくて不快に感じる人も多いんだそうだ。確かに、このブランドコールの時だけ極端に音量が大きくなってびっくりしちゃうわよね。楽天モバイルの CM は終始感情的な印象の CM だから、見ている人が疲れてしまうんだぜ。ところで、人気女優が一人で出演して感情的にそのサービスを訴えかけるっていう CM。他にもあるわよね。ノンさんが出演する、楽するの CM だな。確かに、この CM と楽天モバイルの類似するところが多いっていう指摘も多くあるんだぞ。さすが視聴者、よくわかってるわね。しかし出演するのがほんわかした印象を持つノンさんだからか、楽天モバイルよりは、好意的に受け入れられているみたいだな。続いて紹介するのは、ポカリスエットの CM だぞ。え？ポカリスエットの CM って毎回評判がいいイメージだけど？今回紹介するのは塩谷由紀さんらが出演するネオ合唱編だぜ。たくさんの現役高校生が登場するのね。この CM には、僕らの歌という CM オリジナルソングが使用されているみたいだな。その歌を全国の学生たちが自撮りで歌いながら、どんどん場面が切り替わっていく、というものだぞ。へぇ、って、なんだか見てたら気分が。そう、この CM はあまりに目まぐるしく場面が切り替わるため、一部の視聴者から気持ち悪くなると言われているんだぜ。できるだけたくさんの学生さんを映したいのはわかるけど、ちょっとやりすぎね。あとはこの CM に出演する学生たちがあまりにリア充な感じがしすぎて、青春の押し付けだ、なんて声もあるんだぞ。それは言い過ぎじゃない？霊夢みたいな陽キャにはわからないかもしれないな。陰キャにとっては、この CM みたいな明るい現実なんてそうそうないんだぜ。マリサの学生時代に一体何があったの？青春イコール学生がみんなで楽しそうに一つのことをやっているなんてのは、虚構の世界だぞ。CM を作った大人たちがこういう青春っていいなというイメージを、ただ押し付けただけのものなんだぜ。確かにそうやって見てみると、なんだかみんなわざとらしい演技をしているようにも感じるわね。ポカリスエットの CM なだけあって歌やキャスティングのセンスは抜群だから、余計に残念ね。次に紹介するのは三井のリハウスの CM だぞ。そんな炎上したりするような内容のものだったかしら？今回問題になっているのは、山下真司さんが出演する2パターンの CM だぜ。リハウスしたから編と娘の出産編だそうだ。ふむふむ。そしてこの2パターンに共通して出演するのが、山下さんら老夫婦と、その娘家族みたいだな。娘家族に子供が生まれたことで、山下さんがじいじとして幸せに暮らす様子が描かれているぞ。それの一体どこが問題なのよ？孫の誕生を機に、山下さんら夫婦が娘家族の家の近くに引っ越したというところが、問題なんだぜ。これがもし、嫁、家族の家の近くだった場合、視聴者からは、恐怖でしかない、という声が上がっているんだそうだ。嫁、からしたら、既家族が近くに引っ越してくるなんて迷惑な場合がほとんどだものね。ちなみに、一応この CM では、実の娘家族の設定なのよね。そうだぜ。しかし一度この CM を見ただけでは細かい設定まではわからないから。怖すぎ、というイメージが先走ってしまったみたいだな。まさか俺がじいじとは、なんて疑す敵だけど、
一部の人にとっては恐怖を呼び起こしてしまうものだったのね。嫁と義実家の関係をどう築いていくかは、現代社会の永遠の課題なんだぜ。この CM を見て、うちもそうしようかしら？なんて本気で考えてしまう祖父母もいるかもしれないわね。子育ての担い手が多くいることは確かに心強いが、それは良好な関係性であることが前提だぞ。しかも、今は核家族が普通だから、この CM は少し時代錯誤な感じも否めないぜ。それに、CM のターゲット自体がお金に余裕のある中高年だけに絞ってる感じもするのよね。山下さんの演技力や CM ソングが好評だったから、その設定だけが残念な CM になってしまったみたいだな。続いて紹介するのは、日清食品のカップヌードルの CM だぞ。カップヌードルの CM って、毎回ぶっ飛んでて面白いわよね。今回紹介してくれるのは、どんな CM なのかしら。この CM は大坂なおみさんや錦織圭さん、八村塁さんが出演しているぞ。スーパーアスリートばかりじゃないの、内容はどんな感じなの？全国で放送されているご当地 CM を、ほぼパクった CM だぞ。え、パクリ、めちゃめちゃギャラが高そうな3人を起用しといてパクリ。しかも、その3人の顔写真を切り抜いて合成するだけ、という荒技を使っているんだぜ。本当だわ、これは、相当批判されたんじゃない？いや、実際は好評だったみたいだな。なんせ、それぞれのご当地 CM への、パクリっぷりがお見事だったんだそうだ。例えばどんなものがあったの？北海道なら、登別熊牧場を、関西なら、世田谷自然食品のグルコサミンを。って感じなんだぜ、特に、グルコサミンは、ズルズル、ズルコサミンと替え歌もされていたんだぞ。やってることはかなりカオスだけど、豪華出演者を合成するっていう安っぽさや、全国の CM をパクろうっていう発想の凄さが逆にセンスあるわね。ちなみに、パクったご当地 CM にはきちんと全て許可を取っているんだそうだ。CM 内容は狂ってるのに、そこはちゃんとしてるのね。なんか日清食品の CM を作ってる人たちって楽しそうだわ。すべてに許可を取って、しかも、それぞれそっくりにパクって作り変えるなんて正気の沙汰じゃないんだぜ。でもその大きな労力のおかげで大好評な CM が生まれたわけだから、いい仕事してるわ。続いて紹介するのは、マクドナルドのご飯バーガーについての CM だぞ。マクドナルドもそういう商品があるのね。比較的年齢層が高めの世代をターゲットにした商品みたいだな。そのため、CM に出演するメインキャストも、ナイツの花輪信之さんや高橋克実さんといった面々だぞ。舞台も夜のマクドナルドっていう設定なのね。この CM では、花輪さんが離婚歴のある中年男性という役なんだそうだ。なんだかリアルにそう見えてきたわ。ところで、何が問題の CM なのかしら。花輪さんが夜のマクドナルドで元妻を目撃し、それをどうやら元気なようだと背後から見つめる。というところだぜ。ちなみに、元妻として登場するのは的部聖さんだぞ。普通離婚してたら、面倒なことにならないようにすぐ逃げると思うんだけど、反対に離婚後もいい関係なら、背後から見つめたりしないで話しかけるわよね。その通りだぜ。しかし花輪さんが的部さんの背後でご飯バーガーを食べ続けるから、その様子がストーカーみたいと言われてしまっているんだぞ。芸能人が演じてる CM だからまだいいけど、現実にあったら怖いし気持ち悪いわね。他にも、出演者の設定を離婚歴のある男とその元妻にする必要があったのか、という声もあったみたいだな。また、何を伝えたいのかわからない、意味不明、っていう意見もあったぞ。シックな夜のマクドナルドの雰囲気や、CM ソングとして使われてる松田聖子さんの曲も、いい感じなのに、確かに設定を元夫婦にする必要はないわよね。続いては、若い世代に人気の YouTuber、コムドットが出演する水組の CM だぞ。コムドットの5人全員が登場するのね。コムドットは、ヤマト、ユータ、ユーマ、ヒューガ、アムギリの5人で、2018年から活動しているぞ。YouTube のチャンネル登録者数は2022年5月末時点で約340万人。総再生回数は約18億回なんだそうだ。同じ YouTube の世界で活動する者として、この数字は驚異的に思うわ。そして今回の CM では、水組という爽快感あふれる商品の雰囲気を表すため、互いに水風船を当て合うという演出がされているぞ。爽やかでいいわね。ところが、コムドットはこの CM で世間から批判を受けてしまっているみたいだな。せっかくの CM 初出演なのに残念なんだぜ。CM の雰囲気はすごくいいのに、どうして？それは、コムドットの普段の行いのせいなんだそうだ。どういうこと？コムドットには今や代名詞とも言える炎上商法の数々があるんだぞ。そういえば、たびたびネットニュースに取り上げられていたわね。例えば、2021年頃から流行したあの病気の緊急事態宣言下で、大人数でのノーマスク宴会の様子を投稿したり、同じような状況で泥酔カラオケを深夜まで続けたり、水溜りボンドや、あやなんていう、有名 YouTuber らとやってたのよね。
多くのチャンネル登録者がいる有名人がやることではないわね。他にも、ゆうたさんが同じ YouTuber のなえなのさんとの交際を示唆する。匂わせなんかもあったんだそうだ。匂わせくらいじゃ、別に問題ないんじゃないの？二人ともその優れた容姿のために異性からの人気が高いから、YouTuber とはいえ、プロ意識に欠けると炎上したみたいだな。なるほどねー。さらにコムドットは、数々の迷惑行為も取り沙汰されているぞ。迷惑行為って、一体何をやらかしたのよ。まず一つ目の迷惑行為は、コムドットの面々が深夜のコンビニ駐車場で大騒ぎしていた。というものだぜ。ちなみにこれは一晩だけの話ではなく、週3回にもなったために、周辺住民が耐えかねて通報したんだそうだ。確かこの時、メンバー全員が謝罪文を出したんじゃなかったかしら。そうだぞ。しかし全員同じ文体でしかも、誠意の伝わらない内容だったため、かえって批判されてしまったみたいだな。反省しておりますくらいしか書かれてなかったのよね。それじゃあ世間が納得しないわよ。続いての迷惑行為は、専属マネージャーの大学卒業式出席妨害だぞ。マネージャーさんって、若い方だったのね。そのマネージャーは2021年3月に中央大学を卒業したぜ。しかしコムドットは、その晴れの舞台である卒業式にマネージャーを出席させない、というドッキリを仕掛けたんだそうだ。内容がしょうもないわね。しかも、その時期というのが、あの流行病が猛威を振るっていた頃なんだぜ、大学側も。感染対策のため卒業生本人以外は来校禁止としていたにもかかわらず、メンバーが式に乱入したみたいだな。保護者も式には出席できていなかったのよね。いくら動画の視聴者数を伸ばすためだと言っても、やっていいことと悪いことがあるんだぜ。あとは、コムドットが通るから道を開けろ、俺らが日本を取る、なんて挑発的な発言もあったわね。彼らのチャンネル登録者数が、まだ50万人ほどの頃のことみたいだな。有名な YouTuber に宣戦布告をする、というスタイルで狙ってこの発言をしたんだそうだ。炎上するのを見越してたってことね。事実、この発言によってコムドットのチャンネル登録者数は飛躍的に伸びたんだぞ。でも、いろんな炎上商法や迷惑行為をやりすぎててアンチも多いんだと思うわ。だからこそ、彼らの初の CM 出演は批判の的となってしまったわけだぜ。身から出た詐欺とは、まさにこのことね。次に紹介するのは、インドのアジャビズベンチャーリミテッド社が販売する、男性用ボディスプレイレイヤーショットの CM だぞ。日本で言う、キャツビーとかのようなものかしらね。この CM の何がまずいの？実はこの CM が男性から女性へのレプを助長しているということで批判されたんだそうだ。どんな内容の CM なのかしら。登場人物は、男性4人と女性1人だぞ。女性が買い物をしているところを、男性4人が、その背後で相手は1人、じゃあ誰がやる？と相談しているぜ。それはこの女性も驚くわね。しかしこのショットというのは誰がボディスプレイのショットをつけるという内容だったというオチみたいだな。一応オチまでの筋は通っているってことかしら。しかしこの CM にはインド国内外の俳優や映画監督といった著名人から批判されたんだぞ。確かにこの内容はレプを助長していると捉えられてもおかしくないわ。結局多くの著名人の批判やインド政府の女性委員会からの指摘もあり、 CM は放送後わずか24時間でお蔵入りになったぜ。この商品の公式 SNS でも謝罪文が掲載される事態となったんだそうだ。インドって確か、年々レイプ被害の件数が増加しているのよね。そんな背景があるにもかかわらず、よくこんな CM が作られたものだぜ。CM 制作には社内の、数々の部署や人員が関与しているはずなのに、誰もこの CM 内容に疑問を呈さなかったのか。二度とこんな CM が生み出されないことを祈るわ。最後に紹介するのは、女優土屋太鳳さんが出演していた、爽健美茶の CM だぞ。え？爽やかな雰囲気でいい CM じゃないの。しかしこの CM が嫌いだという人は一定数いて、しかも、その理由というのがほぼピンポイントなんだぜ。もしかして、ラストのセリフのことかしら。その通りだぞ。この CM は土屋さんが、爽健美茶と共にヨガなどで体の調子を整える、という内容なんだそうだ。そして CM のラストに、整ったをというセリフが入るんだぜ。他にも、美味しくなったを、潤ったを、なんてバージョンもあるわよね。全部土屋さんの名前にかけたものだけど、なんでそんなに嫌われちゃってるのかしら。それがどうも、土屋さんの元々の人気に関係があるみたいだな。どういうこと？そもそも土屋さんは、喋り方がイライラする、ぶりっ子、などといった理由で、アンチが多い女優なんだぜ。素朴な感じで可愛らしい人だけど。あとは、顔は整っているけど美人ではなく、絶妙に男受けが良さそうなところが嫌い、なんて意見もあるぞ。それはもう逆恨みの域に入ってるけど、とにかく、もともと土屋さんのことが、あまり好きではない人たちがこの CM を批判してるってことね。整ったを、などの CM のセリフはスポンサーからの意向だろうし、土屋さんのせいではないが、
とにかく土屋さんにとっていいキャリアにはならなかったみたいだな。ということで闇が深すぎる CM 終わりにするぜ。最後までご視聴ありがとうございました。